皆さんこんにちは。今回はアンパンマンについて奇妙な噂を聞きましたので、それについて取り上げます。アンパンマンは誰にでも愛される長寿アニメですが、実は不気味な回が放送されたという話があるらしいのです。少し前にアンパンマンで放送された回について不気味な話があるという情報をいただきました。その時のタイトルがカレーパンマンとブラックロールパンナというものだったらしく、 DVD に収録されておらず、お蔵入りになった謎の回であると言われているらしいです。内容については、話の終盤でロールパンナが帰ろうとすると、カレーパンマンが俺も同じ病気だからと言って帰るというものだったそうです。奇妙なことに、その時は BGM もなく無音でこのやり取りがあったのだそうです。この話はお蔵入りになったものの、実際に放送されたことはあるようで、もしかすると見たことがある方がいらっしゃるかもしれません。この手の話といえば、ドラえもんのタレントが思い浮かびますが、未だに見つかっておらず、今回の件も映像が見つかっておらず、本当に存在していた話なのかもわかっていないらしいです。カレーパンマンが俺も病気だったからと語っていたそうですが、俺もというのがどこか引っかかりますね。作中ではロールパンナも善と悪の二つの心を持つという設定ですが、カレーパンマンにも同じような心に何か病を持っていたのかもしれません。何にせよ、カレーパンマンがこのような発言をするのは非常に奇妙な話で、 BGM もなしだったらしいので、明らかに普通の回ではありません。お蔵入りになったという話ですから、そうなるだけの理由があったということです。この話には何か深い訳が隠されていたのかもしれません。現時点ではこの話が存在するという証拠は存在せず、あくまでネット上で見たことがあるという話があるだけです。 DVD などにも収録されていなかったとのことなので、この回についての記録はほとんど残っていないと思われます。存在していることを証明するには、当時放送されていたものを録画している人がいないと難しいかもしれません。話だけでも奇妙な回ですが、本当に存在するのでしょうか。今回はこの噂についてできる限り調べていきたいと思います。皆さんはこの回についての噂を聞いたことがあるでしょうか。私はこういう都市伝説は結構好きで、よく調べますが、聞いたことはなかったです。調べてみると、もうちょっと詳しい話が掲載されていましたので紹介します。カレーパンマンとブラックロールパンナという回があり、終盤までは普通の内容だったらしいです。バイキンマンに騙されてブラックロールパンナになり、共に街に襲いかかりますが、いろいろあっていつものようにアンパンマンに倒されます。そしてその後、ロールパンナは街を襲ってしまった罪悪感で帰ろうとしますが、その時にカレーパンマンが、俺も病気だからその気持ちわかるような気がするよという発言をして、この回は終わってしまうそうです。そしてお蔵入りとなった件について、上記のようなコピペが出回っているようです。おじがアンパンマンのスタッフだったという方の話で、90年代後期は暗黒期で、その頃にこの話が作られたそうです。お蔵入りにしたのはカレーパンマンのキャラじゃないといった柳瀬隆氏の指示だったらしいです。真偽については不明ですが、現在はネットにこのような噂が出回っているらしく、カレーパンマンとブラックロールパンナという回が存在すると言われているそうです。少し前まではこのような話を見たことがなかった気がするのですが、一体いつからこのような噂が出始めたのでしょうか。調べたところ、今年の3月にアンパンマンの謎の回というスレがオープンにチャンネルに立てられています。カレーパンマンが謎の発言をしたシーンがあったという内容が書かれていましたが、ここでカレーパンマンとブラックロールパンナではないかというレスがありました。この人物の書き込みを追ってみると、カレーパンマンがかませ犬になっていた理由がその話でわかるような内容だったみたいです。他にもそのような目撃者が出てきており、先ほど説明したような内容を書き込んでいます。
発端となったのはこのスレなのかは不明ですが、何人か目撃者がいるのは事実です。次にこの噂について検証していきます。アンパンマンはかなり人気アニメですから情報が豊富です。当時放送された回については記録しているサイトがあるので簡単に調べることができます。こちらのサイトを引用させていただきますが、ブラックロールパンナがタイトルに使われた回は上記の通りです。見ての通りカレーパンマンとブラックロールパンナという回は放送された記録がありません。しかしロールパンナとカレーパンマンという回は存在します。2001年に放送されたものですね。こちらも噂にあるような内容ではないので、おそらく違うかと思われます。先ほど紹介したコピペに戻りますが、90年代後期は暗黒期でカレーパンマンの声優もあまり出演できなかったと書かれています。暗黒期とは一体何のことなのかわかりませんが、テレビにおける暗黒期は主に視聴率の低下のことだと思います。しかし90年代後期は特に視聴率が悪くなったという事実はないです。またカレーパンマンの声優があまり出演していなかったという件についても、1999年に2ヶ月ほど代役の声優さんになっていますが、少なくなったと言えるほどの休止期間ではないです。カレーパンマン自体の登場回数も調べてみたのですが、確かに少なくなっている年はありますが、他のキャラも同じく少なくなっています。このコピペを見るとカレーパンマンだけが特別扱いされるような根拠が見えてこないです。以上が私が調べた内容ですが、これを踏まえて考えるとデマである可能性も否定できないと思います。しかし目撃者が複数人いることもまた事実ですので、皆さんにも情報を募りたいです。今回紹介したような回を見たことがあるという方はコメントをお願いいたします。アンパンマンガチ勢の方の考察もお待ちしております。ちょっとこの都市伝説については私も気になるので、引き続き調べてみることにします。もしかすると似たような回があるのかもしれませんし、デマだと否定するにはまだ早い気がしますね。いかがでしたでしょうか。今回のような都市伝説、ちょっとワクワクしますよね。些細な情報でも構いませんので、何かあればコメントお願いいたします。